はい、本日も始まりましたクルーズゲビー。はい、ということで始まりました。今日もですね、明るいし、翔平いないし、どうしよう。じゃあ、みなみちゃんよろしく。では本日も、ヤフーショッピングライブという番組を19時半から30分間同時進行で配信いたします。はい、いつものファッションコーナーがヤフーショッピングライブと同時に放送するイメージでいつもと変わりませんので、いつものように楽しんでください。はい、楽しみだね。みんな楽しんでてもらいたいと思います。イエイイエイ。本日メイン MC やらせていただきます森田です。よろしくお願いします。普段俳優やってます。イエイ。ちょっと回すのよ、ちょっと回すのよ、回ってから。はい、サブ MC のみなみです。よろしくお願いします。サブ MC ですね。うん、俺の立ち位置どうなったの。俺の立ち位置どうなるの、それ。今日は勉強してください。いや、ムカつくわ、前ある後ろの二人。ということでね、せっかくゲストの方がいらっしゃってるんでね、はい、紹介していこうと思いますね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、あちらから。シンガーソングライターの岡本真理香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前にね、コメントでね、食いしん坊グラドルの時松みやびです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、どう。いいね、いい響き。じゃあ、どうぞ。はい、ゲストじゃなくて準レギュラーです。みどりです。よろしくお願いします。そうです。さあ、お願いします。準レギュですね。もうしっかりしてや、森田さん。ちょ、前にね、コメントでね、みどちんと俺の絡みが見たいって言ってたから。あ、マジで。ちょっとね、それ私がすぐ切るから。怖くない、怖くないですか。ずっとこんな感じなんですよ。はい、じゃあ後ろの2人。はい、僕ら普段は浅草の漫才協会というところでやっております。薄くらいという双子でやってます。兄の俊介と、そして弟の涼介です。よろしくお願いします。両方いつも来てくれてる感じ。はい、何ですか。両方いつも来てくれてる感じなんだけど、2人、2組が絡むのって初めてなんだよね。おね、どうですか。ジャズマックスさんと僕らのところですね。薄くらやさん。そうそうそう。でもなんか薄くらやさんでスーパーとかで一人一個しか買えないっていうやつでも、なんか二人行ってたら一人一個なんか買ってバイト。あ、そうね。そうそう。独特な雰囲気があるやろ。それ新しいやつが、ウスクラマックスになるの。そうなの、俺初めて知ったけど。なるほどね、楽しんでいきましょう。はい、行きます。じゃあね、せっかくなんでね、見ていただいたんで、ちょっとみんな様をね、掘り下げていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、その前にまず早速コメントの方もちょっと来ているんですけども、こんばんはとか、あの可愛い虫プチプチとか来てますね。はい、はい。牛タンさんから もちみのーって来てます。あの牛タンなんですよ。え、牛タンって言うの。マジ牛タンさん。牛タンって牛タンのやつがいるんですよ。へぇ、まあ、ちなみに私は牛タン食べるの好きです。聞いてないですよ。あれかもしようかな。あと、トンドゾワとか、まゆかさん、こんばんぴーって来てます。シャコンさん、あ、こんばんぴー。こんばんぴー、こんばんぴーっていうのがあいさつなんですか。こんばんぴーっていうですね。ピーってパーキングのピーでしょうか。パーキングのピーってなんで。ルルって聞いてるけど、一応ね、一応準備やってる。そうね。はい、薄くらさんは、こんばんはって来てますね。あ、ありがとうございます。こんばんは。はい、バイビドリで来ます。森田さんはありません。よっしゃー。はい、はい、こんな感じでね、本日も1時間半で楽しんでいただければと思います。はい、もう心が折れるのやめてください。もうね、最近ってもうなんかね、なんだろう、キャラがどんどん崩壊していってる気がするんだよね。最初の頃全然喋らなかったもんね、僕ね。いや、ほんまに何も喋らんくて、で、蓋開けていったら、はい、もうただの変質者。えっ、やめてもらっていいかな。えっ、やめてください。僕らね、ちょっと初めて絡ませていただいた時に、ちょいちょいあの女性に対してあのセクハラの、ね、発言が多かった。してねえからな。そこからあのセクハラ MC だとか、あの視聴者がね、18禁 MC だとか。それは事実で言われてるし。その変質者要素がもうにじみ出てたんですか。そう、なんかもうメガネ
来るときはそうかもしれない。ハルさん、だからやめてください。こっからは多分そう。ここまでいつも女性ゲストは警戒するから。違う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 。アイさんもいらっしゃる。キュンキュン。ダメ。チャンスや。ワルダさん、よう見てください。うん、今日はね動物が来てるんです。動物さ、本当だ。動物さ、本当だ。真ん中に、ね、動物がいてる。そんなことないですよ。ちゃんと人間になりすましてます。なりすましてます。はい。結局動物なのか。面白いね、息子さんということで森田さんの言葉書いていないんです。ありがとうございます。
ですよ、俺なんてもうピンってやっててください、まあ、イケメンにコメントいらないでしょって来てますから、いやありがとうございます。なんかそれは喜んでいいのかいやわかんないけど、いや、まあ、いい感じでコメント来ておりました。また紹介します。ありがとうございます。僕ねちょっと気になってたんですけど、食いしん坊アイドル、食いしん坊グラドルで、グラドルで、グラビアアイドルとして活動してる。食いしん坊結構食うの？そうですね、1日6食ぐらいは。すげえなすげえな普通に倍じゃん朝食べて、はい、で、お風呂上がって食べて、昼食べて、おやつ食べて、夕食食べて、夜食食べて、すげえすげえ、それでもそれで太らないのすごいよね。すごいですやっぱね、6食食べてそんなにスタイルがいい秘訣
ケツなんですかと、うん、そうなんです、まず6食何を食べるんですか。そう、あお米、マツコさんみたいになるよ。朝はどれくらい食べるんですか。朝はでもおにぎりが多いんですけど、朝おにぎり3つぐらいです。結構まあまあ、まあまあ食べます、ね、昼は丼ぶりが好き。丼ぶり、すごいね。何が好きですか。何丼だろう。細かいの言う。今日は前に松屋で食べてきました。すげー。皆さんもこう言った瞬間、ファンの皆さん明日松屋に行きます。そうね、それはそう、絶対そう。どんな食べたら松屋の CM 来るかもね。来ないですね。まあ、とは62キロ嘘でしょ、体重計間違ってないとも来てますけど、間違ってないです。あとはなんか皆さん常にダイエットなんかしてることありますかと。おお、ダイエットね。お二方さん、いや、お二方さん、そう、気をつけてること。筋トレ行ってます。筋トレ。ジムに行くんですか。ジムに行きます、ね、あとあのマンツーのトレーニング、はいはい、おー、今始めたところなんで、トレーナーさんみたいなのついてるの。あ、そうですね。しっかりね。マジか、なんかやられてます。そう、私も運動するの好きなんですけど、同じく大食いなんですよ。あー、そうですね。今コメントでも来てます、めっちゃ食べるよって。めっちゃ食べるんですね。どれぐらい、ご飯何杯ぐらい。いや、何杯かわかんないんですけど、この前4キロのカレー食べました。すげえな。4キロのお米あったら1週間持つんちゃう。そうね、1週間1ヶ月持つんちゃう。すごい4キロってすごいよね。だってあの米の袋、一袋ってだいたい5キロぐらいやね。まあそうですね。それの5分の4食ってるってことやろ。すごくない。すごない。カレー飽きちゃわないですか、カレーだと。もうカレー大好きなんですよ。あ、そうなんだ。好きだから食べれるってことですね。なるほどね。しかもカツが乗ってて、その上に卵が落としてあって。ボリューミーですね。美味しかった。俺、一回あの、ゴーゴーカレーってあるはい、あれのメジャーファーストってやつを壊されたんですよ。何ですか。なんかあの米がすごいいっぱい乗っかってるカレーなんだけど、その上にとんかつとエビフライとなんかとにかくめちゃくちゃ乗ってるんですよ。それを壊されて、あのね、帰りに吐きそうになりながら帰りたくなるんだよね。なんかね、あの出されたものは食べなさいってちっちゃい頃から教わってきてるから、全部食べて吐きそうになりながら帰りました。そう、そう、それもね、なんか先輩に連れて行ってもらった、おごってもらったから、そう、残しちゃいけないだろってなって、めっちゃ食って、で、先輩がまあいたずら好きだからさ、食って全部口に入れた後、すぐ、おい、行くぞみたいな感じでこう連れて行かれて、いや、ちょっと待って、俺歩けないってなってた記憶がある。そう、そう。ちなみに、お米4キロってフードファイターでそうつけるんですけど、実際その食べた後、結構余裕でまだいけるっていう。ああ、でもそのものによります。ラーメンとかの時は、ラーメン3人、5人前って、5人前を3人前なんですけど、それやった時は、なんか本当に完食できなくて、ちょっと残しちゃったんですけど、すごい、完食できなかったのにもお腹いっぱいになったし、カレーとかは結構、全然持ったけどなみたいな。マジっすか、すげえな。だから今日の服もカレーにちょっと寄せた。カレーっぽいですね、確かに。確かにね、カレーっぽいね。かもしれない。なるほどね。いいな、安いの大食いだったのかとか、めっちゃ羨ましいですよね。ねえ、ほんとに。すごい。森田さん、役者あんまし見たことないんですかっていう、リアルな。大丈夫ですか、今。なるほどね。そうですね、最近舞台やってないですからね。そうですね、すごく申し訳ないですね。頑張ります。頑張ります。なんかさ、ここばっか出てるからさ、なんかこう、役者感がなくなってるなんかね、ただここにていじられるおじさんみたいになってるね。それは自分から応募してるんですか。やりたいです。自分から手を挙げて、そんな MC どの子の言って。いやいやいや、そんなことない。なんなら我々よりもっと早めに来てネタ考えてください。そんなことないって。そんなことちゃんとお仕事をしてきてるので、そうなりますって。そりゃね、バイトでしょ、バイト。始まる前、森田さん、どうしよう、緊張
らしいです、僕。あ、自分で言ったら厳密してる。厳密してもらった方がいいわ。恥ずかしいが。まあでもね、痩せるにはなんかサラダにヨーグルトかけるのもいいという。サラダにヨーグルト、はい、あ、そう。ドレッシング的な感じで。かもしれないですね。ちなみになんか皆さん好き嫌いとかってなんかありますか？これだけ言われたから、あの、みやびさんだったらこうカレーめっちゃ好きとか。うん、そうね。うん、ありますか？私はめっちゃね、たらこ明太子。え、明太子ダメなの？大好き。あ、大好き。あ、明太子が、でもあれ気をつけてね、プリン体多いから痛風になるから卵だから。そうだよ、そう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 、あの、卵一個一個に全部あのプリン体入ってるから、そう、あんま食いすぎると痛風になるから気をつけた方がいい。魚卵は、魚卵はいいからね、本当にそうよ。うん、そう、なんかあります？嫌いなもの。嫌いなもの、お酢が苦手で。お酢、あ、そう、お酢、でもなんか、お酢ってなんだろうね、何に使うだろう。チラシとかに。チラシ、あー、なるほど。メジャーなの多いでしょ。そうか、餃子だって使うし、あ、そっかそっか、酢豚だってあるし。あ、そっか、餃子、じゃあ、お酢いけます。でもな、あ、もう、お酢が強すぎると苦手。あー、どれか醤油多め派みたいな。あー、なるほどね。そうなんですよ。ちゃんとくるやつが。体硬いですか、じゃあ。体柔らかいと思います、多分。あ、本当ですか。あんま関係ないみたいですよ。それ飲んでるから、言っていいとか、そういうわけが。え、マジですか。はい。あら、え、じゃあちょっと、なんかこう、できます。できるかな。柔らかいんでしたら、普通にできんじゃないですか。え、行くかな。なんか、こんなことやってて、やってもらって。え、行くかな。森田さんは、あの、喋る時の、まあ、ネタを考える力は硬いんですけど。どういうことや。さらっと悪口。おおおお、あ、今見えないと思うんですけど、今見えないと思うんですけど、あの、まとまりしてます。すごいですよ。パッカン湧いてます、パッカン。すごいですね。いや、ストレッチとかやってるんですか。僕は陸上部だったので。あー、なるほど。そうだったんですね。陸上の何の選手だったんですか。陸上の長距離やってます。長距離だったんですか。すげえ、長距離絶対無理。絶対無理っすよ。もう、あれ、中学校の時とかさ、マラソン大会とかあるじゃ ん、あれもう嫌で仕方なかったもんね。もう俺なんか2キロ走ってもういいなってなるから、本当に見てないとこでサボる。そう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 。それを見つける、大丈夫。下がりの分から。いやいや、それはね。しかも、しかも真面目だからもっとね、セクハラとか言っちゃっていいですか。うるせえわ。やってねえから俺マジでずっと言ってるけど。みんなにセクハラ。胸ばっか見るやつらやってくださいよ。そうそう。女の子の胸ばっか見るやつとか。それ知らない俺それ。それ何それ。見すぎちゃうとか。ね、やったことねえから、そんなこと。見るとか。どういう、どういう立ち位置なんですか、俺。どういうことなんですか。そうそう。どうぞ続けてください。いやいやいや、今のはすごいなんか軽蔑したわけみたい、今。一応コメントでね、なんか今まで食べて一番高価な食べ物はって来てるんですけど、おうおう、はい、何かありますか？高価、中学の時に中学旅行で食べたペンションの、ペンションで出たなんかよくわかんないサラダなんですけど、キャビアとカニのほぐしが入ってたんですよ。結構それは多分一番こうちっちゃい頃に思わってなった。すごいね、キャビアとか。未だに食ったことねえよ。いや、マジでない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 。キャビアホワイト、キャビア、キャビア、すぐ拾う、すぐ拾うじゃん。ありがとう、拾うぞ。そんなキャビア、フォアグラとか全然食ったことないよね。ないですよね。うん、お嬢様かな。中学の頃に修学旅行で行ったペンションで出たんで。ペンションめっちゃアピールするやん。修学旅行でそれってすごいね。すごいですね。そんなことない。俺、くっそまずい、くっそまずい、おかずとか出てきたよ。マジで。そう、ジンギスカン。すごいな。すっげくさったですもん、バスの中もみんなジンギスカンのプレートで前で焼くじゃん。あー、くっせーくっせー。あれ、ちょっと俺見
なみちゃんの今素が見えたのくっせーっていうのねくっせーっていうことだね。アイドル緑です。
スクラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、今日もね、社長にちょっと登場してもらいましょうかね。大貫さん、出てきたよー。大貫さん、社長。あの、お願いしてるんでね、ちょっと待ってもらっていいですか。はい、社長、大貫さんでーす。多いな。大貫さん大好きだね。そうなんですよ。ね、もう今日楽しくて仕方ないから。大貫さんね。キャバクラじゃねえから。キャバクラじゃねえから。さっけ。さて、で、商品のご説明していきましょうかね、早速。はい。1個目が、441の、キャップですね。ですね、スワロスキーキャップですね。はい、はい、アメリカ・ロサンゼルスの中心にショップを構えるブランド で、アメリカではファッション誌などに多数取り上げられる注目のブランドでございます。刺繍、プリント、スワロフスキーなどを贅沢に施し、迫力と上品さを取り入れたデザインが特徴です。日本国内では流通量が少ないブランドなので、人と差をつけたい方におすすめでございます。はい、かっこいいっすね。てか僕ね、いつも思うんですけど、クルセッテクルこの帽子って本当にかっこよくて、なんかね、なんだろう、かぶってて本当に違和感ないというか、その着けてる服とかにもよるんですけど、めちゃめちゃおしゃれになる、ね、この1点だけですごいおしゃれになる商品だと思います。はい、これちょうど持って帰るけど、これ少女時代の、はい、何さんだっけ、サニーさん、サニーさんですね。はい、で、うん、少女時代の人が被ってたりとか、そこにパネルばっかちょっとパネル、はい、それ LA の子の、イメージのパネルで、かっこいい、かっこいい、めっちゃかっこいいですよね。女の人が被っても全然ね、難しくない。はい、じゃあ、これ、被れます？え、前、もしやったらスマホの方に、ぜひぜひ、ね、こちらの方に。え、めっちゃいいですね。めっちゃかっこよくないですか。結構 LSL がいっぱいかぶってるブランドなんで、良いと、上品ですよね、うん、いいですね、ね、いっぱい柄ついてても全然、そうですね、本当に、しもスワロフスキーなんで、かなり光り方がね、綺麗ですよね。さあ、みなみさん、帽子かかってみてくださいってコメントが来て、私がかぶるんですよ。かっこいいじゃないですか。いや、かっこいいっす。普通にかっこいい。いいのかな。いけ、大丈夫なんですか、ね、多分カジュアルな服とかに合うと思いますね。そうですよね。これね、ジーンズとかそういうのとかね。はい、いいと思います。すごい。もしよろしければお弁当いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、続きまして、次の商品いきましょう。はい。はい、次、エドハーディのキャップと、あと、今よくみんなつけてるスマホリング。はい、では紹介させていただきます。ロサンゼルス LA セレブの人気スポット、メルローズを拠点に展開している、ブランド、タトゥーアーティストの、重心、ドン・エド・ハーディがプロデュースしているブランドでございます。キャップはアレースモデルのアイテムで、エド・ハーディシリーズの中でも現在ではレアなデザインでございます。全体的にプリントされた、グラフィックとラインストーンがインパクトあるデザインでございます。スマホリングは360度回転するリングを本体にしっかり装着できて、剥がしやすい粘着素材を使用したスマホ落下防止のスマホアクセサリーでございます。今度はモデルさんがみやびさんです。みやびです。すごいかっこいいですね。かっこいい、かっこいい。普通にかぶってるのもいいし、ちょっと斜めにしてかぶったら、おしゃれかもしれないですよね。おしゃれですね。はい、これも多分ジーンズとか、そういったジャケットとかに使える、ね、はい、合うのはいい。そうです。あ、ここでもよく紹介してるロビンのジーンズとか、ああいうのにも合わせると多分すごくかっこいいなとは思います。はい、ね、最近みんなつけてるよね、このスマホ。そうですね、そうですね、興味って、あー、みんなつけてるなと思って。そうなんですよ、これ比較的安い、1400円だって。あー、いいですね。ラッタ防止でしょうけどね。それそういうところにも一つなんかね、これ見てもらえば分かるんですけど、これまずロゴマーク、ね、ロゴマークが一緒なんですよ。なんで、なんでこれ、あのこれをかぶってスマホリングにこれがついてるだけで、多分結構おしゃれになるんじゃないかなっていうね。はい、
と思います、はい、もしよろしければご検討いただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ次3つ目いきましょうか。はい、はそうですね、ホッシル、レザーバンドケット、アイドネバッグだね。そうですね、はい、はい、では紹介させていただきます、うん、1984年にアメリカで誕生したホッシル、カジュアルなデザインを得意とするアメリカを代表する時計ブランドの一つ、機能性にも優れたバッグはメンズ、レディースともにバリエーションが豊富で、上質な素材にこだわり細部までこだわった作りとなっております。タウンユース、ビジネスにも丈夫で長く使えるホッシムバッグはおすすめでございます。ありがとうございます。これ渋くないですか？めっちゃいいなと思ったんですけど、これね、中身もね結構いっぱい入るんで、パソコンとかね、持ち歩いてる時とかも全然いいと思うし、ポケットもいいですよね。そう、ポケットもめちゃめちゃおしゃれだし、あと時計もね、これ見ていただければ分かるんですけど、これすごくシンプルイズベストじゃないですけど、めちゃめちゃかっこいいんですよ。いつもあのホッシュのカバンをよく出すんですけど、ホッシュってやっぱ時計のイメージが皆さん強くて、今日はちょっと時計を出してみようかということで、時計も出しましたので、はい、見てみる。いいですか、はい、どうぞ。何ですか？あ、ごめんね、おかみちゃん。ごめんね。はい。おかみちゃん、おかみちゃん。カバンやったら、多分ジャージやったらあれなんで、ちょっと開けます。こういう感じ。あー、いいですね。めちゃめちゃ。いいで、これで腕時計つけてってね。まあ、時計とかな、何ヶ月ぶりにつけるんだろう。今スマホの時代ですからね。そうですね。いやこれ。いやでもなんかこれ持った感じで革なんで結構重いんかなと思ってたんですけど、そんな言うほど重くはないです。そうですね、はい、だからパソコンとか、まあ、iPad とかそういうの入れても全然普通に持っていける感じですね。これ森田さんも赤いもちょいそうですね。じゃあ、はい、こうやってやっとこうかね。はい、森田さんのそのカーディガンと色が、そう、色が合います。ああ、そうですね、めっちゃ両方合う気がする。これね、森田さんと一緒か。そういうこと言うでしょう、友人。で、これカバンの中身なんですけど、これちょっと開けていいですか？ポケットがまあこう2つこう見た感じであるんですけど、はいはい、中は結構ね、ポケット内、この内側でかいのと、でこうチャックもあるんですね。見えてますかね、これ。店長大丈夫ですか？ OK。 チャックと、でその下にもあのサブのちっちゃいポケットがあるので、まあチャリンコの鍵とか全然家の鍵に全然あのポケットいっぱいあるんで、何でもちっちゃいものも入れていただくことができます。はい、真面目やな、私な。自分で言ったらあかんねん。お、これロゴ、ね、ロゴついてる、ロゴがあります。おしゃれ。ホッシル、ホッシル、ホッシルだそうです。ホッシル有名なんですよ、結構時計とかでも、はい、結構有名で、まあ、本当に何だろうな、何でも合うというか、あの本当にカジュアル、そうですね、カジュアルなものにも合うし、ちょっとシュッとしてる時でも多分ね、スーツとかされ着てる、普段着てる方多いと思うんですけど、そういった方がつけても多分すごいかっこいい、これいいな、ワンポイントになると思います。これ普通に私も欲しいです、これ。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後の商品ですかね。はい、そうですね、最後、はい、はい、次ロエンブラックの、ペンダント、アルカムペンダント、あ、それあれだね、香水とか染み込ませれる。そうです、そうです、はい、いいですね。はい、では紹介させていただきます。はい、どうぞ。スカルやクロスのモチーフが特徴的な2001年に創立したドメスティックアパレルブランド、ブランドコンセプトは流行りのものにとらわれることなく自分たちの感じる今にこだわるという意味でございます。著名人、ミュージシャンの支持を集め、多数のアーティスト、芸能人も利用し、人気ブランドとなりました。日本国内特許を取得した特殊加工を施したフレグランスメタルに香水を数滴つけるだけで、約1週間香りが強い。1週間、医療用ステンレス、316L を使用していますので、水、汗に強く、傷がつきにくいのが特徴でございます。はい、金属アレルギーが気になる方でも安心してご使用いただけます。すごいかわいい。すごいかわいい。これはめちゃくちゃかわいい。ねえ。これ、あります。はい。あ、すごいかわいい。その、ね、メタルの部分にあの香水とか、フレグランスを染み込ませるんですって。すごいですよね。それで1週間続くっていうのもね。すごいですよね。だから、カップルとかでね、あのそういう、うん、
首を2人でつけてて、あのそのネックレスをネックレスを2人でつけてて、あのいろいろちょっと言葉が不自由だからそう、あのネックレス2人でつけてて、同じ匂いとかをあの垂らしてあげたりとかすると、まあそれはそれでちょっとしたなんていうんですかね、ペアルックじゃないですけど、そういう気分が味わえるのかなって思います。そうそう、森田さん、どうしたんですか？違う、あのね、店長に言えって言われたのそう、すごい可愛い。これは欲しいって思った。店長が声の子を見て、私欲しいって言うと、あのいいね、プリンが取ってくるからね。今、ちにやび宛てに女性は喜ぶと思いますよ。ねえ、すごいですよね。うん、フレグランスがね、使えると。いいですね。そうですね。おいくらですか、これ？これが、19,140円。まあでもそれだけいいものなんで、そう。匂いがついて、そう、匂いがついて。デザインもかっこいい。そうだ。ね、スカルがついてる。スカルがついてるんですよ。ね、さっき僕も思って思ったんですけど。すごいおしゃれ。スカルな。ね、これちょっとね、さっき言ってたみたいなペアルックでつけてたのかな、そうそう、うん、とかそういうのがあるかなっていうのはあって、かっこいい、うん、ですね。すごい、ね、ステンレス使ってるからね、あんまり抜かれる。そうですね、例えばだから誕生日とか彼女とか誕生日とかにこういうのをあげると喜んでいただけるのかなみたいなのはありますね。はい、なんかデートとかでね、こうつけてる。そうね、でもね、インドカレーのカレーの匂いよりいい匂いしてるそうね、そうですね、それはそうかもしれないですねやべえなぁ、かわいいんだよ。そうですね、ほんとに。で、これね、あれなんですよ、その、カラーが弱い人でも大丈夫なやつなんで、そうですよね、医療用ステンレスなんで、はい、アレルギーとかね、持ってる方とか、そう、はい、もう全然つけれると思いますので、ちょっとしたおしゃれにいかがでしょうかっていうことですね。はい、どうぞよろしくお願いいたします。ちなみにこれってどうやってこう買うっていうか、購入方法とかってあるんですか？今、ヤフーショッピングでご覧の方は、ヤフーショッピングのうちのページで、中見れるし、フレッシュの方であれば、ここの下にね、映ってて、ね、出てます。はい、はい、クルーズ世田谷で検索すると、うちのページ出ますので、うん、そこから、まあ、ヤフーだけじゃなくて、ポンパレと、楽天からも購入できますので、はい、ぜひぜひ、ぜひぜひ、ご購入いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日の商品はこれで終わりなんですけど、どうですか、皆さん、どれが欲しいなとか、皆さん完全にこれです。完全にこれですね。すごい。もう超可愛いですね。あ、でもさっきのスマホのやつ、スマホリング、あれも結構可愛くて、ね、いいですよね。気になりますね。あれ可愛いですね。可愛い。最近本当に人すごく多いですよね。それね。はい。だそうですよ、ファンの皆さん。プレゼント待ってます。そうですね。もうどんどんプレゼントしてあげてください。ネックレスは2本買って1本みやびちゃんに送ると多分つけてくれます。いいっすね、それ。お、なんか店長が。あ、ちょっと色が違うんだよ。シルバーはゴールドですね。ペアにはピンクゴールドなんですか？え、ピンクゴールドとか。そう、ピンクゴールド。じゃあ、欲しい。これ友達同士つけててもいいかもしれないですね、そう考えるとね。女の子同士も全然。こちらの商品がさっきの下のヤフーのそうですよ、これね、こういうのみどりちゃんのジャージは上野の安いところで買いました。そう、味も500円買いました。どうですか、可愛いですよ、普通に。こっちも可愛くて、どっちも捨てがたい、どっちも、すごくいい、どっちも。そうですね、さっき言ったようにカップルつけるんだったら多分そっちが女性用みたいな感じですよね、多分ね。ピンクゴールド、ピンクゴールドなんでね、止まんない。みなみさんもこれやっぱ欲しい感じ。欲しいでーす。欲しい。大丈夫ですよ、私は買いません。クレジットを使えば買えますよ。大丈夫。そうそう。ね、ヤフーとかね、コンパレとかね、楽天とかいろいろ買えます。見せてあげてください。可愛い。可愛い。仲良し。可愛い。めっちゃおしゃれ。お揃いですね。可愛い。皆さん、ビデオが出てますんでね。ちょっと。いいね。いいね。可愛い。見えるかな。連打してもらって。可
愛い。かわいい。これは、これは、すごい。いいですね。かわいいですね。もう牛は今いらないね。そうですね。もういらないです。それ、欲しい。欲しい。牛は休憩。はい。まあ、こんな感じでね、カップでもつけてね、飲み匂いとかね、もうつけれるやつなんで、ぜひ、ご検討いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、今日の商品はこれで終わりですね。ありがとうございます。はい。小貫さん、じゃあまた。はい、またお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。いや、本当にね、クルーズの商品って本当に、すごい、値段張るものもあるんですけど、めちゃめちゃいいものばっかりなんで、本当にご検討いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ここでね、実はね、いつもやってもらってるんですけど、もっと人を盛り上がりさせてくれる人が2人後ろにいるんで、はい、ネタの方をね、していただきたいと思います。すいません、皆さんお待たせいたしました。はい、楽しんでいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。本当、この時だけ嬉しそうですね。人をいじめる時だけ。なんでだよ、いじめねえじゃん、別に。今からが本番です。今日は面白いのかな。ということでね、僕たちは離席しまして、ネタをやっていただこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞ。あ、これナイフ破れてないですよ。これリンゴなんでね。リンゴなんでね。猫が掴んでるリンゴ。あ、かさぶた。はい、じゃあ行きましょうか。はい、どうもよろしくお願いします。薄倉さんでーす。どうもって言ってる時、薄倉さんですってなったらよくわかんないですけど、どうも改めまして、薄倉と申します。よろしくお願いします。すいません、拍手をお願いします。アニマルプラネット見てるわけじゃないんですけど。頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、いやね、やっぱり芸人がね、家庭を持つと大変だななんて思うんですよね。まあ、そういう大変さはありますよ。だって考えてごらんさよ、はい、もしもね、自分の息子が小学校で僕のお父さんをテーマに作文を書くかもしれないでしょ。まあ、そういうのもあるかもしれないね。そうなったらね、こういう感じになると思うんですよね。僕のお父さん、薄倉太郎。僕、俊介の息子。僕のお父さん、薄倉ガリクソ。かっこ、僕、涼介の息子。僕のお父さんは、浅草で活躍する双子の芸人です。僕のお父さんは浅草の一部で活躍する双子の芸人です。ある日、お父さんに寄せてどんなところと聞くと、落語とかある素敵なところだよと答えてくれました。ある日、お父さんに寄せてどんなところと聞くと、受けても受けなくても頭を下げればお金が発生する素敵なところだよと言いました。今度は、勤めている漫才協会って何と聞くと、ナイツさん、U字工事さん、内海桂子師匠がいる素敵なところだよと答えてくれました。今度は、お父さんが勤めている漫才協会って何と聞くと、老人ホームと答えました。それに、漫才協会は新宿2丁目と一緒だよ。どちらもいろんなゲイが溢れている。お父さんはうまいことを言いました。それにね、漫才協会は軍隊と同じなんだよ。どちらも舞台があるんです。お父さんはドヤ顔でうまいことを言いました。そんなお父さんの舞台を生で見たとき、いっぱいのお客さんを笑わせてとてもかっこいいなと思いました。そんなお父さんを営業で生で見たとき、酔っ払ったお客さんに囲まれてビールを一気飲みして1万円をもらっていました。僕はそんなお父さんを尊敬します。僕はそんなお父さんをある意味尊敬します。これからもお笑いのお仕事頑張ってください。これからもお笑いのお仕事とスーパーのアルバイト頑張ってください。息子より、義理の息子より。おい、うんってやって。なんだよお前、ガリクソンから。どうなってんだよお前の家族。でもね、芸人の生活ってこんな感じです。違うよ。
どうもありがとうございました。ハッピー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 そうに言えない。さあ、ということで、いやいやいや、わざとわざと明日いい日になりそう。ハッピー、そんなに笑ってなかった。スカラさんのね、漫才は本当にね、なんだろう、あのそのクールな、シュールというかクールなんだけど、はい、なんかクスクスこそ面白い、すごい僕最近ハマってきて、マジであの面白い。最初はハマってた。最初はどういう人なのかなっていうのがあるからね。うん、最初はどういう人なのかなっていうのがあるから。だからこの間びっくりしたのが、僕らあの一昨日事務所ライブだったんですけども、はい、このメイン MC の福永翔平くんが銭を払って来てくださいまして、そう、ちょっと予定がね、あるんで、あのちょっと企画かなんか途中で帰ってしまったんですけど、たまたまちょっと後ろで見ようかなって時に福永さんとばったり会って、いや今日も面白かったですみたいな、ありがとうございましたって言って、さすがミスタークルーズ。ただ一言、次は森田さんの番ですねって言って、あ、どういうことですか。あ、行くのかってことですか。あ、こんだけだって面白い面白いって言ってくださるんでしたら、あ、そうですね、事務所ライブにね、興味を少しでも持ってるってことで。そうですね、僕結構あのライブとか見に行くの好きな人なんで、あの時間と暇が合えば全然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 暇が合えば。クルーズ TV に出れるほど余裕があるということは、そう、どういうことそれ。クルーズ以外全部の丸がついてるから大丈夫です。どういうことやね。オッケーってことですか。あるある。漫才中コメントも、まあ、ツインズみたいな双子ですかみたいな、そうですとか来てたりとかで、はいはいはい、あとは、のび太に見えてきたとか。修行された場所を、まあ、改築して今東洋館っていう名前で、その舞台で、そうですね、はい、なんか来てますね、パチパチパチとか面白いよ、かっこ笑いとか、あ、よかったね、はい、ハッピーハッピー、はい、ダメ出しも来てるんで、あの後で見せます。マジか、ダメ出しされるんだ。作家さんから来てます。なんかダメ出しとかの時、イエーイ、悪魔の笑顔みたいな。そんなことないっすよ、そんなことないっす、性格が悪い。そんなことないっすよ。まあ、人の服は3つの味って言いますよね。だって俺だって、ね、芝居でやらかした時はめちゃめちゃダメ出しされるんですから。そういうもんですよ。芝居活動あんましてないじゃないですか。今は映像の方だから。今はダメよ。そうね、本当そうよ。さて、そろそろですね、ヤフーショッピングライブの方がですね、終わりの時間が近寄ってきましたので、告知のある方は、はい、告知をしていただく形になりますので、どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ、小野さんからですね、はい、はい、じゃあ、告知の方お願いします。どうぞ、あちらですね。ダンパーの方が。よいしょ。ツイッターとあと公式 LINE の方、ぜひぜひ追加フォローしていただけると嬉しいです。そう、今年の11月15日新宿マーズという会場でワンマンライブが決定しております。ぜひぜひツイッターの方をフォローしてぜひ遊びに来てください。お願いします。はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。愛の手と、はい、杉松みやみです。みーちゃんってやってください。告知は3つあります。今週土曜日お笑いライブに、中野小劇場でやるお笑いライブにゲスト MC 出演します。あと5月27日翌日日曜日、今週の日曜日に、ラウンドガール、キックボクシングのラウンドガールとして新宿フェイスに出演します。あとは6月16日土曜日、近代麻雀水着祭というのがありまして、これが川越にあるのでぜひぜひ遊びに来てください。詳しくはチャンネルのツイッターでぜひリプなどで質問してください。今日はありがとうございました。はい、はい、ですか。はい、感動してしまうわ。はい、ジャジャマックス緑です。はい、私もツイッターとインスタグラムでやってます。はい、こういう感じで、やっております。ヤフーショッピングみたいな、よろしくお願いします。ツイッターの方ではあの、まあ、いろいろ告知させてもらってます。一番近い分で、あさっての土曜日に、どこでしたっけ、神楽坂で、まあ、神楽坂コレクションっていうもの
に、まあ、ちょっとあの真面目に歌います。はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。以上です。また調べてみてください。はい、歌います。そうです。その前にちょっと巨乳になりたいってなんですか。ほんまないから、ほんま父ないから、もうだから寄せるってネタで言った時もちょっと胸若干見たし、はい、家庭をね持ったらある意味揉めないのかもしれないです。やばい、やばい、やばい、巨乳ねずっちですはい、じゃあ行きましょう。牛くれの告知でございます。僕らはですね、最近あの中古車といいますかね、その雑誌に載せていただく機会ができましてですね、6月末に高速優先というですね、中古車マニアの雑誌、全国紙でございます。まあ、それにですね、ちょっと関東ページに、載せていただくことになっておりますので、まあ、Twitter とかでやっておりますので、ぜひともよろしくお願いします。マックス、はい、マックス、はい、じゃあ、うなみちゃん、はい、よいしょ、よいしょ、はい、私は、Twitter、インスタは同じアカウントでやっています。ショールームも、毎日配信やっております。南の南の島へようこそというルーム名でございます。そして、ライブ告知はですね、6月の9日に、大阪心斎橋のね、D カフェで会ってるのかなという会場でですね、ワンマンで、ミニライブをさせていただきたいと思っております。アメ村の近くです。アメリカ村の。ぜひぜひお時間ございましたら遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。クルーズの方からもね、はい、お知らせがあるのでお願いします。さて、そろそろヤフーショッピングライブ終了のお時間でございます。ヤフーショッピングライブをご覧いただきました皆様ありがとうございました。毎週木曜日、日曜日、19時半からお届けしております。次回の配信は、次の日曜日の5月の27日、19時半からとなります。またのご観覧をお待ちしております。この後も引き続きアベマ TV フレッシュで生放送しております。よろしければ、検索窓でクルーズ TV と検索してください。 Twitter のページやフレッシュのページが探せます。アベマフレッシュのクルーズ TV も毎週木曜日、日曜日の週に2回クルーズの夜見てね。クルーズ見てね。ごめんね。はい、戻ってまいりました。グルーズ。はい。そうですね。皆さん、小話っていうか、まあ、正直ね、これ出たっていうか、まあ、これ実際の話
話ではあるんですけども、まあ、私あのやっぱ芸人で所属してたりとかしたらやっぱりギャラ9割取られるとこやったんで9割もう分かるでしょこれでねでやっぱバイトするわけですよでバイトでコンビニのバイトをしています、うん、でそしたらやっぱコンビニのバイトで、まあ、優しいおばちゃんが、ね、人いてるわけですよ、うん、もう何をやっても怒らない、うん、もう全部いいよ大丈夫大丈夫、うん、でそのおばちゃんがある時、まあ、あの一緒に入ってる時にそしたらあの強盗が来たんですよ、急に、うん、おい金出せバッとですね、で普通やったらそこで、はい、ってこうお金渡したりとかするんですけど、うん、そのおばちゃんが唯一そこで怒ったんですよ。そこでどう怒ったかっていうと、すいませんレジ並んでる人いてるんで後ろ並んでもらっていいですか？なるほどね。あの普通のやつ。で強盗もそう言われるってわからんかったからもうびっくりして、はいって言って後ろちゃんと並ぶんかい。並ぶんかい。すごいね。唯一怒った瞬間がそうだった。なるほどね。画面の左端の豚がこうヒューってポーンって。ああ、滑らないですね。なるほどね。いや、いや本当に、なんだろうな、本当にさ、生きてるとさ、こんなことあるっていうことよくあるよね、実際ね。そのおばちゃん強し。そのおばちゃんほんまに、そう、母親になると強くなるっていうのね。あそうね。夫婦でもなんか旦那さんは奥さんのつもりだけど、そうそう、奥さんはお母さんになっちゃうから、そうそう、違うし、そう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 、で旦那はこうなんかこう冷たーく当たられる、そう、居心がなくなるっていうね。旦那じゃないのに冷たく当たられる、どうまい。マジでね。最近本当にね、クルーズでの俺の扱いがどんどんなんか下の方になってきてるから、もうなんか本当になんだろうな、ちゃんとしてるよ俺 MC 頑張って。下とかないから、もともと下やから、ね、あバカに、いやそうか、下になることはない。そうか、こっからは上がるだけなのかな。だとしたらもういいや。それでいい。あとはミュージシャンの方で見えなんですけど、違います、芸人です。たまたま歌うだけです。はい、で、皆さん知ってましたか？あら、みなみさんは猫かぶってます。そうなんですか？これもっと本当はすごい言うってことですか？めっちゃ喋るんですけど、まあまあね、猫かぶってわけじゃないんですけどね。興味津々じゃない。そういうわけじゃない。一回身につけた方がいい。手段があるのに。自分の身を削ることは僕はもう知らないので、役者なので。
そんなことない。そんなことない。
は何ですか。流すといい。流すといいよ。なんだこの大阪ルールなのか。私はルールです。関西語と。そうだからね、だからその中川家さんとか、はいはい、あの千原兄弟さんとか出てたんですけど、はいはい、あの全部あのお兄さんの方が声かけて、はいっていうの言ってたから、やっぱそうなんですよ。お兄さんの方が声かけるもんなんですね。そういう、まあね、感じですよね。まあ兄弟っていう、ね、ことなんで、僕の方がやっぱり、うん、で、まあいろいろと、まあ、先導来てやってる分、そういうことになるのかなと、うん、はい、あー、すげー、まあね、キャラクターも歌声やけど結構ちゃうんですねっていう意見とかもって、あー、まあ、つむじが違いますから。あ、そうですね。ミラーツインっていう、またちょっと特殊なんですよ、双子では。だから僕左利きで、こっちは右で、あー、で、お兄さんに鏡下手な状態で、だから僕の方が左脳の方が結構発達して、こっちは右脳の方が発達して、そうです。だから絵もこっちが上手いんですよ、僕は下手とか、うん、字とか計算はいいんですよ、こっちは全然できないとか、そういうのは違いない。でも補い合えていいっすね、それ。いや、まあまあ、本人としてはまあそうですね。まあ、うっすらとした情報ありがとうございます。うっすらではないです。まあまあ深みあって、なんかつむじが逆ですね。そうそうそう、なんかそれなんか聞いたことある。なんだっけな、あの中川家の剛さんの息子、あの、ああ、双子ですから、ね、双子で、だそれは言ってましたね、うん、その人もなんかミラーツインって言ってて、同じ右利き同士、左利き同士もあるんですけど、たまにそういう双子は生まれる。これくらい落書きするとき楽ですね、ぶつからないから。確かに確かに。よくわかんない。皆さん兄弟いらっしゃいます？一人っ子です。一人っ子ですか？はい。思うぞ。8歳下が弟が、私も2歳下弟が、弟、私お兄ちゃんとお姉ちゃん12と14年上、実際どうすか、あの一人っ子だと分かんないと思うんですけど、あの兄弟とかであの芸能活動やろうって思います？なんないなんないっすか。やっぱしんどいっすよね、そういうのってね。ね、なんかやっぱなんだろうな、ずっともう育ってきた上でずっと一緒じゃないですか。だからなんかそれで一緒にやろうって思わないっすよね。なんかね、そういうところすげえなって思うんですよね。なんかね、仲が悪くなったりするだろうしなみたいな。うん、なんで笑ったんですか。なんか別に兄弟で芸能活動したっていいんじゃない。別にいいんですよ。いや別にいいんですよ。別にいいんですけど、あの、僕はその考えられないというか、その、あ、俺も姉、お姉さんがいるんですけど、はいはいはい、お姉さんと一緒に芸能活動やるって多分ないなってなるから。うん、お姉さん何やられてるんですか、お仕事。今主婦です。あ、主婦。あ、主婦です。主婦です。あれ、俺、お姉かな。ちょっとお姉かな。お姉じゃなくて、お姉じゃないですか。え、ちょっと待ってください。あの、すごいね、あの、すごいコメント来たんですけど、これ、お正月が言ってるんでしょうね、これ。え、うすくらやさん、それじゃ起きないよ。2ビートの初期みたいに前に出なきゃ、これ、大御所の人じゃない、絶対言えないですね。すごいな、これ。すごいな、大御所の人。誰だ。いや、結構厳しいこと言われるんですね。そう、だから、さっきもね、ツッコミが甘いとかどこが落ちなのっていうのもこの大御所から来てるんですけど、絶対にそういう芸人とかと関わることがすごい多い方やと思うんですよ。ああ、そうですね。そうじゃないと絶対こう、すごいね。ちょっと困ってるじゃないですか。ちょっと困ってるやん。いや、まだまだ困るでしょ。目に見えないやつを急に大御所って言うてる。やっぱ基本水着なんですよね。そうです。今
もこの、あの前の現場が水着だったんですよ。へぇ、寒いのに、今日とか。あ、でも、全然スタジオで。あ、スタジオでか。あ、なるほど、はい。冬とかならわかるけど、まだ暖かいもんすよ。まあでもそれは本当にそうだったんですよ。冬とか大変ですよね、多分絶対。冬はどうするの？そうですね。絶対寒いでしょ。そうそう、冬でもやっぱり水着なんて。あでしょう、やっぱりもう、うわーってなる。今週も日曜日すごい寒かったんですけど、あミッションなのにやってて、ミッションなんで、その湘南の平塚海岸で、はい、海で水着だった。うわ、絶対寒い。絶対寒い。風邪ひくでしょ。震えてました。そんな森田さんと私なんか、その時期に水着着たらもう即トイレやん。そうだね、ほんまにすぐ行くね。そう、ゆるなってんねんから俺。本当にね、はい、ね、岡本さんはライブは基本的にはシンガーソングライターの方って俺イメージなんですけど、ギター持ってやってる感じなんですけど、あ、そうでもないです。そういう感じではないんですか？バンドが、6人かな。へ、で、私は歌うだけとか、たまに弾き語りとかもピアノも弾いて。あ、ピアノができる。すげえ、弾き語りできるんですね。基本的に楽器は何でもできる感じですか？いや、ピアノしかできない。なるほど。弾き語り、音感とかどうなんですか？音感とかは、あー、まあでも、あの絶対音感とかっていうのは、はいはい、本当にちっちゃい頃から仕込まれてないとつかないんで。絶対音感持ってる人ってなんか気持ち悪くなると言うよね。なんかね、ずっとそのスイッチが入ってると音に聞こえる。そう、だから私絶対音感持ってるんですけど、本当ですか？サックスをやってて、サックスもピアノもできるんですけど、なんかどっちも音階がなんか違うんですよ。あ、よくわかんなくなっちゃって。へえ、なんか気持ち悪い音が流れると本当に吐きそうになるとか言うよね。ああ、そうですね。なんか私あんまりなんないんですけど。ああ、いやもう ね、なる人はなるんでしょうね。私はすごかったですもん、そういう感じだったんで。へえ、へえ、ヘッドホンするとか言っていますもんね。マジか。ああ、やっぱりみなみちゃんの周りにもいます？絶対音感持ってる方とか。絶対、あ、でもいますよ。やっぱ作曲家さんとか。あー、全然普通に聞いた音でポロポロ聞けちゃう。へー、あの、みやぞんさんとかがすごいっていうね。あ、あの、聞いただけで全部真似ができるって言ってましたね。韓国でしたっけ？そうそう、韓国でできるって言って。なんかすごい耳コピで、はい、あの人運動神経もいいしね、すごいよ、ね。すごいですよね。ちびっこのアイドルだよね。すごいなって思う。そう、愛されるキャラクターだし。ね、本当に、ね、絶対音感ないっすもんね。なあ、ないな。楽器とか向かないんですか？楽器は、あの、2日ぐらいで、あの、諦めた。そう、そう、あの、ギターをやろうと思って学生の時にちょっと手を出してみたんですけど、全然できなくて。そう、なんか、おじさん、俺のおじさんの人がギターをやってて、で、そのギターをあの持ってきてちょっとチューニング合わせてやってみたんだけど、もうなんだろうな、こうやって押さえると痛いっていうのがもう先に来ちゃって。そう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 、あれでも硬くなってくるんでしょ、やってるうちにね。やってるとね、なんかちゃんとなんかタコタコじゃないですか。そうそう、痛いし、指俺短いんですよ、すっごい短いからできないってなったんですよね。そう、ギターとかさ、楽器をやってる人って結構指長い人多くないですか？そんなに気にしてません？私、ないの。楽器やってたんですか？え、楽器ですか？カスタネットぐらいいいね。かわいい。なんでよく並べられたの、これ。カスタネットやってる。ピアノとともにね。そうですね。そう、だから本当に手の指が短いから何もできなくて、だから歌もそんな上手くないし、だから音楽はすぐやめちゃいましたね、言うて。で、昔から感受性だけは高かったから役者みたいな。そうですね。でもね、森田さん、最強の打楽器ことタンバリンをマスターしたらいいんじゃないですか？あー、そうだろうね。あの、こういうのとか、そうそうそう、次長課長のポンさんがやってるやつでしょ。森田が森タンバリン、タンバリンでいいじゃないですか。楽器はダメだけど、これは やってみたとか、こういうのをちょっと、なんですか、受けてみたとか、身につけようと思ったみたいな。まあ、でも、習い事としては、僕、日舞やってたし、
そう、日舞やってたし、日本舞踊、そう、日本舞踊をやってたし、あとは殺陣やってたし、まあまあ役者に必要なものですよね、基本は、やるのは、はい、なるほどね、森タンバリンさん森タンバリン、今度森タンバリンになった、俺森タンバリン、はい、ということで、さてね、そろそろですね、クローズティーの方がですね、終わりの時間近寄ってきましたので、はい、ね、はい、皆さん告知の方をね、していこうと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします、うん、じゃあ、最初、あちらのカメラで撮っていただきますね、はい、おっか、もっとお願いします。ここからは告知コーナーでーす。皆さん急に告知になってびっくりしたちょっと上手い締め方、はい、シンガーソングライターの岡本舞香です。ツイッター公式 LINE の方をフォローお願いします。そして私もね、ショールームやってます。あ、そうなの、はい、そう、ね、あなたは美しいっていうショールーム名なんですけど、やってます。神秘をテーマとしたシンガーソングライターです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ゆみちゃん、はい、食いしん坊グラドルの釘松みやびです。ツイッターやってます。5月の26日、書いてなかったんですけど、私、渋谷ラジオ東京で冠番組持ってまして、釘松みやびのサタデーハラペコフィーバーというラジオやっておりますが、今週の土曜日に放送なのでツイッターでチェックしてください。あとお笑いライブも土曜日にあります。あと日曜日がラウンドガールで出演するので、ちょっとセクシーな格好で出るので、よかったら興味ある方は、もうちょっと立ち見チケットしかないんですが、ぜひぜひツイッターチェックしてください。あと6月の16日土曜日、近代麻雀水着祭に出演します。これが、近代麻雀さんの雑誌にも載る予定なんですけども、人気グラドルさん30人ほど出演しますので、ぜひぜひご興味ある方はツイッターでチェックしてください。今日ありがとうございました。はい、はい、すいません、失礼します。コメントで私が可愛く見えてきた、疲れてきたのかな、疲れてます、これ終わった後ちゃんと寝てください、はい、私ツイッターとインスタグラムしてます。ツイッターの方でほぼ告知とかそういうのさせてもらってるんで、ぜひチェックしてください。 MDR 緑、誕生日1月15日、はい、MDR0115 で、今週の明後日か、あさっての、神楽坂の歌の詳細もちょっと固定ツイートでさせてもらってます。ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。歌唱力は気になりますね。ねえ、ちょっと聞きたい。してください。予定がそう。絶対無理だ。じゃあ、スクレアさん。はい。はい、ということで、僕らスクラヤと申します。6月末にですね、中古車の全国紙の、高速優先に、関東ページで搭載されます。詳しくは、ツイッターやってますので、ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。おはようございます。はい。なんでここ隠されたのかわかんないですけど、急に、あ、容疑者だからマジで、はい、じゃあ、みなみちゃん、はい、告知文をいただいてもいいですか。あ、そうですね。これは告知するときは自分自身で持つシステムとなっております。はい、すみません、よろしくお願いします。ツイッター、インスタ同じアカウントでやってます。あとショールームも、南の南の島へようこそ、毎日配信しております。そして、6月の9日、大阪心斎橋の D カフェというところでミニライブをさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。すごいです。6月9日、みなみさんに会いに行きますよ。おじたんさんから来てます。やった、やった。で、待ってるよ。でもその上で、みなみさんは猫かぶってます。おかしいぞ。そのうちにメッキが剥がれてくると思います。あのね、クルーズディビングで、ね、どんどんメッキが剥がれていくね、みんな。まあ、でもある意味いいことですよね、こう自分自身がなせるっていう。そうですね。本当にそうだと思います。クルーズ TV の森田さんの口数を減らしたいですね。どういうこと？南さんの口数を増やさないと。よくどこが猫かぶってるか分からない。なんでーな、喋らしてーな。あなたがたくさん喋るからメッキがどんどん剥がれてる。自分で、いや俺は何なんだ、狂わされてるよクルーズ TV にみたいな。じゃあなんだか自分で火放って自分の家が燃えてるんですか、ね、じゃあとりあえずそうしましょう。どうしました？森田さんが喋らないようにするためにはどうしたらいいか、答えは一つしかありません。ウスクレアさんが南さんに流れを振ること以上です。相手のことを言う前にまずは自分がどうすればいいかというのを考えます。ダメ出し。
はい、ということでですね、一応僕からも一点だけですね、アット T アンダーバーカイト128でですね、検索していただければ、ツイッターやってますんで、ぜひフォローしていただければと思います。あと26日、みどりちゃんも出ます。そう、森田さんと出ます。そうです、僕はモデルとして出るので、どうぞよろしければ見に来ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。翔平来ますよ。はい、ということでですね、はい、終わりの時間ですが、皆さん楽しかったですか？はい。まあ、なんとか、はい、楽しかったでした。コメントが気になるな、そうですね、じゃあ最後コメントを、はい、そうですね、ウスクラヤクルーか、笑いあと、関西人ホワイトってメモすんな、メモすんな次回 MC 交代ですか交代されるあ、また大御所から来てます、一人で喋りすぎ森田さん、あと5人で喋る大御所、森田さん森田さん一人で喋りすぎ今日は本日もありがとうございました。楽しんでいただければ嬉しかったです。よろしくお願いします。